やべ、間違えた。やべ、間違えちゃった。間違えちゃった。やべ、間違えちゃった。強靭です。強靭しよう。やっぱ強靭だよ。ちょ、初日リックンつろえま。リックン全ミュートで聞こえてないから。狼くんからの音量アウト。あなたの役職は狂信者です。はい、ということで2回目ちょっとやってみます。ほんと急にね、始めて申し訳ないんですけど、人狼殺見に来た方はほんと申し訳ないんですけども、一応人狼殺なんですけど、クロストークを入れたディスコード人狼をちょっと試しにやっております。大好きさんこんばんは。ちょっと試しにやっております。まぁ、ちょっとなんとなく把握しててください。初めての試みなんで、いろいろ不手際はあるんですけども。よろしくお願いします。大好きさんよかったら参加してください。誰も死にませんでした。はい、全員ミュート解除確認してから始めます。全員確認してから喋ります。これで解除ね。はい、はい、はい、OK、確認取れましたね。はい、はい、はい、OK ですね。じゃあ、はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。じゃあ、ちょっとさ、ちょっと残念だわ。そうだよね、ミコさんもわかるわ。ちょっと番号なるべく自分で言ってから言いましょう。はい、占いの人は。あとね、占いせーのでね、出て欲しかったんだよね。やめようかと思ってたんだけど、まあちょうどいいんじゃない。はい、どうぞ。あ、本当に？CO ある方、番号を言ってからお願いします。3番、小花子、霊能者です。ん？ちょっと待って、占い師からいいですか？占い師から。占い師からいいですか？占い師じゃあ7番だけ？あ、一人？7番さん、あ、7番が出てたのね。あ、ごめんなさい、5番っす、5番っす。7番が。あ、5番占い？7番さんはどこ占い？白どこ？ 7 番に白です。はいはい、5番が8白です。5番が8白。5番8白、はい、5番。じゃあ西を2人で大丈夫。2人で霊の位置角。3番。3番霊能です。じゃあまあ霊能対抗はいない。ある程度霊能のあれでいきますか。メインで いいと思います。どうします？お願いします。3秒待ちます。もう出ないでください。出たやつジンガで見ます。何を？はい、もうこれで確定ですね。はい、意味わかんない。意味わかんない。失言じゃないの？何言ってんの？失言って何言ってんの？隠しながら騎士出ましょうか？はい、じゃあ6番騎士です。騎士の話ね。対抗って言ったから俺すげえ今欲しいと思った。うん、ちょっと、まあでも、結局、霊能いないね。出てないんだったら、まあいいんじゃないの。いないね。出てないんだったら、もう。頭議論しないで、一応、ジンガジ見る。はい、はい、OK、すいません。怖っ。グレーズになるので、グレーズになるけど、何から議論する。なるべくクロスはしないようにしてください。番号は自分で言ってから喋ってください。じゃあ、2番ですけど、今日グレーズリだったら491の欄ってことですね。はい。そうですね。いいと思います。はい。まあ、そうなりますね。普通の進行を取ったら。じゃあ、喋、はい、ってもらってばいいんじゃないですか。僕、要素ないんで、誰かから喋ってほしいんで、4級どっちか喋ってもらっていいですか。挨拶段階でも、なんかあんまり声が聞こえてない9番さんあたり話してもらいたいなと思ってるんですけど。うん、どうでしょうか。でしょ。そういう声聞きたいだけでしょ。え？そういうことない。そういうのいらない。そういうことですか？そういうのいらない。はい、そういうのいらない。9番さん、はい、どうぞ。言うて何の要素もない、取れない状態のような気がするんですけども、うん。ゴーランドは占いですよね。合ってますか？うん、はい、私は、8白です。7番は2白です。こっちの方が新っぽいですか？あ、OK です。そこわかんないです。リフィリングで。じゃあ4番に20秒だけもらいます。で、3番さんが出たときに、あと、違うか、5番、7番っていう占い師が出たときに、1番、2番って進行をね、占い師から出そうとか、そういう意見の
ところで議論があったと思うから、そこら辺はまあ要素取りができたんじゃないかなとは思っていて、で、3番が、失言っぽいことを言ったときに1番で真っ先に釣りをして、なんか3番失言じゃんって言ったときに5番さんが反応していたから、その点に関しては9番さん釣りたいなって、俺はその議論に介入してないからね。今の段階だったら1番残していいかなと思ってます。はい、以上です。じゃあ次1番ちょっと喋らせていただいて、4番と9番の話を見て、4番、9番どちらも白紙した場合って、2番、8番の囲いになるんですね。4番、9番が白紙して、4番、9番が村人だと判断した場合は、2番、8番の囲いだと思うんですよ。で、2番と7番ってないと思ってて、2番がやりたい進行の前に7番が占い師へ出て、2番、7番が老老っていう可能性がないから、5番、8番の可能性があるんですけど、4番、9番でグレーを釣るっていうんだったら、僕は9番を釣りたいです。で、その、なんかピシピシうるんですけど、どうですか。で、9番を釣りたい理由っていうのは、4番も、1番、4番、9番の3人の中で、誰も要素を出してない状況で、4番も僕と同じ考察だったんですね。9番の話を聞きたいっていうことだったんで、それがちょっと村っぽく見えた。なおかつ9番はやっぱ占いの、ちょっと精査とかが、精査っていうか、先、白先とかも把握がちょっと遅いから、ちょっと気になりました。手だけ。2番いいですか、ちょっとだけ。ちょっと挟んでいいですか。はい。はいはい。今の議論上、若干1番さんが黒く見えました。うん。なぜでしょう。1番さんって最初に要素が何もないから喋ることがないんですよ。うん。少なからず、1番って2番、7番の浪費定の要素を上げれたはずなんです。なのに、そこも上げないで何も喋る要素がないって言ってから、4番、9番の話を聞いてから、1番って引き出し開けようとしてるんですけど、1番は、その2番、7番の要素を出して、プラス4番、9番の、なんだろう、上げ足じゃないけど、なんか黒目を探して、つこうとしてるように見えたから、結構1番って白目取りに来てるなって個人的には思いました。はい、以上です。わかりました。じゃあ、いつか自分返してもらって。まず、自分は村人で確定してて、6番の騎士が出てるんで、陣外だったら何も出れない状態になってるんで、自分は3分の1で釣られるんだったら、自分は白1を、白要素を上げようと思いました。で、僕は4番と9番のグレーを詰めるっていう3番の進行になって、4番と9番の要素がないから喋ってほしいって話をしました。2番と7番は、その間の派生です。だから2番と7番の要素を出しても4番と9番の色は出せません。以上です。8番さんなんか思ったことありますか？僕はですね、占い師についてなんですけども、5番さんはごめんごめん、俺占い師みたいな感じで、なんか後から催促したら出てきて聞こえたんですけど、この辺について話を聞きたいです。あ、俺じゃあ喋っていいですか、5番。はい。アンサーします。ですね、占い師っていう声が聞こえてたんですけども、その後が俺ほぼほぼ聞こえてなかったんですね。ごちゃっとしてる状態で。だから2番さんが進行を取って、なんか一発で出るのかなっていうのを待ってました。で、出ないんですかって言われてたから、あ、俺占い師ですよって普通に出ただけですね。はい。1番。アンサー以上です。1番です。6番さんと喋りたくて。あ、いいっすか、1番。喋って。あ、はいはいはい、6番さんと喋りたくて、俺5番100番にせだと思ってる要素を今から挙げたいと思うんですけど、いいですか？うん。僕一番最初2番がこういう進行したいってやった時に、C をしたのって7番と3番なんですよ。うんうん、うん。はい。これ間違いないんです。で、5番さん目線って今言った7番と3番が占い C をしてるってなったら自分3勝目ですよね。なぜ7番が。7番と3番 ?7 番と3番って占いだと。占い C をしてたの？いや、少なからず自分で今言いませんでした、占い師って。いや、これは1番の言ってることが合ってるよ。合ってますよね。で、3番と7番が占い師だった場合って、5番って3勝目で出るから、7番の発言の占い師を聞いてから5番が出るっていうのが違和感で偽要素だと思ってる。ただ、8番の囲いはないから、とりあえず9番を釣って色見るのは俺は大事だと思う。1点、質問ですね。3番って占い師をしてたんですか？違う、いや、例の仕様ですって言ったから、そこ自体も聞こえてなかったのかどうかっていうので、今の議論は。そうそうそう。例の仕様は聞こえてました。それよく俺が気になったのは、巫女さんが7番、7番出た時に喋ってて、もう一人いないのみたいな発言してたと思うけど。あ、いや、それは聞こえてない。こんな発言してなくない？もういないの？うん。もういないのって言ったら多分俺かな。で、最終的に、いないのって言ってる時に、うん、ああ、出なきゃいけないんだと思って出ましたね。いや、まだ 100% 俺は偽だと思ってないけど、ただ偽要素を上げたいんで。でも 100% 偽って言ってましたけどね、一番さんは。いや、100% とは言ってない。ほぼ。いや、7番、今7番、それは言ってた。まあ、それは言ってた。ごめん、じゃあ言ってたかもしれない。ちょ、番さん、3番さん、7番さんの話聞きたいな。7番さんの話。うんうんうん。3番さん。
七番さん喋んないから、一番さんにもう一個気になったんだけど、いい？じゃあ、一番さんにもう一個気になったんだけど、あ、聞かなくていい？喋んのがいい？ HP 下げちゃって。いいよ、いいよ、喋っていいよ、別に。俺が、来るんだったらいい。一番さんって5番の芯を切ってるのは、もう最初の段階で切ってるんでしょ？まあ、結構失言じゃないけど、37を占い師だと思って言ってたと思ったから、俺は。そしたら、一番の話の組み立て方ちょっと気になって、7番、2番の浪費でしたけど、そもそも5番の芯切ってるんだったから、7芯でしかないんだから、一番視点って。ね、7番の狼、相方否定する必要なくない？ちょっと2番さんおかしいよ。うん、俺2番と7番の浪否定をしたのは、5番が3番と7番の占い師する前の話だね。だよね、6番さん。じゃなくて、そもそも5番、1番視点5番の芯切ってる要素って、もうそれよりも前の段階で切ってるから、うん。だから、5番の芯を切ってるんだったら、その真っ先に入った、その7番狼で2番の相方はないっていうこと自体いらなかったことだと俺は思うけど、それが黒要素とかではなくて、話の組み方とか、組み立て方が変だな。まあまあ、ちょっと、ごめん、ちょっと時系列がちょっと相違してるような気がするけど、まあ、わかりました。相違してないと思うけど、まあいいや。まあ、一番ないですね。2番が否定してることの方が俺正しいと思います。これさ、3番さん、2番さんってさ、今日釣られないし、1番さんってほぼ俺は釣らなくていいかなって、保存位置でいいかなと思ってるから、1、2番の話ってよくて、7番から見える今景色と、9番のスケールを聞きたい。で、1番さんに気になってる様子は6番さんだけに問いかけたところは気になっているけれども。3番喋んないじゃん。5番です。ちょっといいタイミングになったら僕にマイクください。了解。ちょっと僕の視点をちょっとだけ喋りたい。うん。だから、いいタイミングになったら、5番さんどうぞって誰か言ってください。まあ、役進行してください。うん、俺が進行するのはおかしい。グレーで。あ、じゃあ、いいよ。そうそうそう。聞こえますか？はいはいはい。進行が固まってたわ。はい、うん。聞こえます、3番さん。うん、7番さんの話聞きたいですね。オッケー。5番の話はもう一回いいや。はい、5番が狂人だった場合のライン軸っていうのは、1番は4番としか繋がり得ないし、5番浪起点で置いた場合って、1番が仮に1番5番の狼だった場合って、あそこまでやったら俺噛む構図しかないから、俺が噛まれた時に1の黒を追えばいいかなって俺は思ってます。え、5番狂人視点の時って8番黒入んないの？いやいや、だから1番の相方軸が1、8がないと思うってこと。ん？ん？じゃなくて、その1番4番しかないってそもそもその2浪1で上げたじゃん。だって1番が9番を釣る構図でしょ。いや4番が9番を釣る構図でしょ。1番も4番も9番釣りたがってるけど、別に8番って科目だから、その5番超人で置いた時に、これリュックさんに聞きたいんですけど、私多分2番って釣ろいな、1番多分2番って狼じゃないんじゃないと思う。多分白陣営だと思うんですよ。で、多分4番釣り、あ、間違えた、9番釣りでいいと思ってて、白だろうと黒だろうと9番の色を見るべきだと思ってて、私多分5番ってワンチャン5番シーンかなと思ってるんですけど、レックさんどう思います？ 6 番さんどう思います？俺もあると思ってるの、それは。そう、あの、ね、5番って多分5番の細かいことなんですけど、5番って2番が1番に対して言ってた、なんか1番が変だねって言ってた要素の時に、5番ってめっちゃうなずいてるんですよ。うんうんって、めっちゃうなずいてるんですよ。でも2番の白って7番から飛んでるから、その反応を5番の方に対して見せるって、多分2番って白陣営だと思うんで。ちょっといい、3番さん、メインで喋るのはやめた方がいい。喋らせた方がいい。9番とか、4番とか、俺とかに。だから今日多分、釣り師9番になる可能性が高いんで、9番さん今までの話を統括してどう思ったかっていう思考を聞きましょうじゃん。まず、1番さんが5番さんに対して、100%、偽だと思う要素があるみたいな、言ったのに、後から、なんか 100% ではないって言ったところが、なんだろうな、ちょっと黒いのかはわかんないんですけど、狂人もしくは黒はあり得るのかなっていうふうには感じました。いいよ、キマさん。で、その真偽は正直なところはわかんないんですが、1と2が、なんだろうな、言い合ってるってなると、1と2は別陣営なのかなって考えると、いいよ、キマさん。はい。7の白崎が2番だから、7、シーン5、偽の可能性もあるのかな、なんていうふうに思いました。さまざまにちょっとさ、話したいんだけど、2番さ、5番シーンで見えるのを追ってるんだったら、さまざま多分9番釣りじゃなくて1番4番の方がいいと思うよ、一番。うん、うん。
っていうのも、5番の芯見えてる状態で、1番で5番の芯切ってる状態で、4番はなぜか知らないけど、1番保存するって言ってんだ。4番して1番保存する要素何もないと思う。そう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 。オッケー。ちょっと、じゃあ今度4番、それはだから4番視点で落としてたじゃん。4番視点で。いや、4番視点でお話聞いてんだけど、4番視点で一番保存になる要素も何にもなってないよ。いや、今この議論状態での4番の今の思考を聞きたいんです。違う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 。4番、4番視点で、ちょっと待って、4番から。待って、やめよう。うん、4番の思考上な、7番が5番強靭でしか置いてなく、1番4番を釣りたい構図があるんだ、うんうん、あ、1番ロジックで考えて1番4番がつながり得るっていう発言をするんだったら俺7番おかしいなと思っていて、うん、9番の派生で1番が見えるんだったら今日1番を釣り寄すべきなのに、その視点を述べなかったのも怪しいなと思ってる。で、7番視点で結論的にどこを今日落としたいのかっていうのが明言されてないから、俺は7番2世若干見えてるかなとは思ってます。じゃあなんで一番保存になるの？なんで5番の視点はじゃあ聞かないの？4番って。え ?4 番って5番の視点で5番がどこ釣りたいか聞いた？いや、5番1釣りだよ、多分。そうだろ、5番。そんなことない。いや、違う違う違う。4番さんに聞いてるんですよ。いや、正直、1は釣りたいですよ。100% 偽って言ったときに、9番さんは挙げてた予算だけども、100% 偽って言ったときに、いや、でも 100% じゃないよ。それ2番さんも言ってたよね。オッケーオッケー。そこの要素はやっぱり気になる。じゃあちょっと俺喋っていいですか？俺は5番が、うん、いや、4番さんに答えもらいたいんですよ。あ、わかりました。1番さんじゃなくて。はい、4番スター視点で7番が釣り位置をどこにも上げなかったっていう視点を落としたんですよね、4番さんって。だけど7番に問いかけて7番が最終的に釣りたい位置を明言しなかった。俺別に5番に聞いてないじゃん。うん、だから7番にだけを求めた理由って何なんですかって。いや、だからそのスケールがおかしかったから、7番喋ってないから、ね。だから5番のスケールを聞いてないけど、7番のスケールだけを聞いて。もういいわ。対話にならんわ。じゃあ4番さんさ、じゃあ2番から一つ聞いていい？ 4 番って今でも1番保存位置。どうかな？ 9 番の今、9番が最後に1番を釣りたいって明言するんだったら、俺今日1落としてもいいかなって思ったけれども、その視点が出てこなかったから、結論9釣って、1番保存でいいと思うよ、俺は。うん、じゃあ4マジで2番、8番の囲いは追ってない？ 7番、2番はないかなって、初週の段階の、7番が2番白打って、ね、はい、他いないって、うん、言ったところは、俺は3番が言うように2番ってあっても白人材かなと思ってるから、そこはあんまり気にしてないかな。まあ、だから2番のローは追わないって思ってる。まあ、3番さんいいですか？リュックさん、これ多分、4番言ってること間違ってないんで、9番か1番だと思いますけど、でも1番ではないかもしれない、かな。いや、5番なんですけど、ちょっとね、整理したい、うん。1番から順番に、うん、5、7、どっちの方が新芽が高いか、もしくは、こいつ芯切れるっていう発言を1回欲しい。オッケー。じゃあ、俺からいきますね。俺、時系列との話をして、うん、5番さんが3番から。理由なしでいいです。理由なしでいいです。結構時間もったいないんで。はい、フラットで。フラットです。5番、7番、フラットで、はい。はい、どうぞ。はい、2番。新郎なら5番の方が芯で見えると思う。ただ、心境だっただけは分からない。はい。はい。4番か？あ、私。あ、俺か、俺か。いや、3番も言ってくれ。いや、3番の意見いらなくね？多分ない方がいい。山田行こう。山田行こう。あ、そうっすか。あ、じゃあ、グレーだけで行きましょう。ああ、俺現状は7番が対話しないなら7番偽で見たいなって、今現状。それじゃ待って。ね、待って、俺、4番よりも俺は見たい。ニコさん待って。いや、4番、いや、いや、喋らせて。いや、8番、9番残ってるから、ニコさん。1個ずつ片付けよう。8番、9番。この釣り大事だから。まだ時間あるから、8番、9番がどう思うかっていうのを5番の視点で喋らせてあげようよ。8番、9番どう？俺は、5番の方が進化だと思ってます。オッケー。9番。4番、7番って、ね、どうなんだなと思ってるんですけど。オッケー、9番。9番さんは正直フラットな感じがするのと、で、1番さんが個人的に強靭なんじゃないかなって思うから、はい、5、7は、いや、わかるよ、わかるよ、わかるよ、キムさん、わかる。俺強靭だと思うんだったら別に俺を落とすって考えてもいいって言うけど、5番を死んで思うんだったら俺を落とした方がいいんじゃない？いや、ちょっと待って、じゃあ落とした先聞きたくてさ、じゃあ結局3番じゃなくて4番落とすの？これ誰スタートはもう終わりでしょ？であればちょっと6番さんと会話したいんですけど。リコさんスタート、リコさん。俺スタート。もうちょっとあるね。はい。まあ、役うまく進行して。今日、じゃあ3番どこ落としたいの？どこの色みたいかで。6番の意見も。6番さんの意見も。6番の意見も。いや、あのね、俺ね、どこ、どこ落としてるの？ちょっと待って、ミコさん待って、私は結構固まってるんだけど。いや、1番釣りたいんだけど、もう、遮って邪魔で。いや、私は結構固まってるんだよ。6番さんどこに釣りたいですか？俺なんか2番もそんなしない。俺はね、もし7新世界を考えるんであれば、4は釣っといた方がいいと思う。うん。
7神世界だったら4。7神でも5神でも落とすの1でしょ。1、俺ね、1は、そんなにないと思うよ。王神も狼もどっちもあるでしょ、1番。そう？え、ちなみにニコさん、俺が狼だった場合ってどっち神になる？うん、あなたが狼だった場合多分神教だろうね。いや、違う違う、俺が狼だった場合、神教？ん？俺が狼だった場合、どっち？あなたが狼だったら占い神教だろうね。じゃあ、俺ちょっと気になるのは、だから、ただ1番単体で黒い。いや、9はないでしょ。誰スタート？誰スタート？これ。あ、2番スタートだそうです。あ、オッケーオッケー。でも、7が狼だったら、俺相方1でじゃねえかな、ぐらいだと思ってるぐらいなんで、うん。それはあると思う。だって7番って4番にヘッド向けてるから、ただ俺は9番にヘッド向けてるから連携は取れてないっていうのだけは言っておく。ただ5番、7番フラットのは7番が5番の強人を追ったから、あれ ?7 番って思ったし、5番の勘違いもあったと思った。ただ5番を死んでみるんだったら1落としっていうのはいいと思うけど、俺は村。じゃあ、正直なこと言うと、計算すると、この後の進行めんどくさいなと思ってさ。な、それ見たやん。いやいや、見たじゃない。議論が強い人間、議論が強い人間を残すのが大事だと思いますよ。俺は残りたいですよ。俺聞きたいのがさ、もう初日落とす箱取っとと決めてさ、5番と7番がさ、どこを占いたい、それがどういう理由で占いたいか聞きたいんだよね。結局、グレーの話メインで聞いてるからさ、占いの精査が全然できてないから。あ、じゃあ、ごめんなさい。聞きたいとこ言うから。聞きたいとこ言うから。何して、何してして。9番。1本で見せて。オッケーオッケー。じゃあ9番の黒。いや、1本はしない。ただ、1番は釣らないで。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれで。1番釣らないで、私は9番釣りたいの。じゃあ9番さん喋って。4番に入れたいと4番に入れたい。9番さん喋よう。はい。9回4ってことですか？いや、9番4番の欄にしようか。欄して9番4番で、私は9に入れるから。できれば9を釣ってほしいです。できれば9を釣ってください。いや、じゃあもう何しなくていいじゃん、もう一本指定で。いや、いいと思うよ、何でいいと思うよ。そこまで言っちゃうと、なんか何しなくていいかなと思って。いや、一本釣り指定しないって言うけど、そんなゴリゴリに9釣りたいって言うんだったら一本釣り指定で。じゃあ、さっき言ってた、その、みこさんが言ってたんで、5番、7番の占いってその理由聞こう。最高。俺もそれ聞きたかった。どうなんですか？なぜ占いを心境で見えたのか。何？なぜ占い師を心境で見えたのか教えてやって。一番狼の時の話でしょ、それ。いやいや、もういいって、5番、7番が占いたいところとその理由を聞きましょう。うん。あの30分くらいから。チャットないからね、あとね。チャットなしね。もう時間ないよ、早く言って。5番さんが、5番さん、どこ占い予定ですか？僕2ですね。ああ、いい、占って。ちょっとさ、俺、次1番落としたいんだよ、カクテル人外だと思うから。カンクレ落とすってこと。7番さん、どこ占い予定ですか？タッチ。だけど、釣りたいのはいいよ。5番に占って2番に占ってた時って俺黒になる。ちょっと待って 5番って結局どこ目線もあるかもしれない、うん、5番って結局どこ釣りたいの？釣りたいのは正直1ですね。うん、その理由は結局あれ全部聞いて。じゃあ俺占いじゃない？うん、いや1占いはないわ。1共鳴もかなり高いから。2番の要素どこだろう。一番が狼だった時っていう話が俺ちょっとしっくりきてなくて、そしたら5番の名前は心境でしょ、ね、っていうところで、1番の相方っていうところで8番を上げてるから、結局俺を偽で送る目線になるから。5番目線って2番の黒持ってるってことね。オッケーオッケー。それだったら、そうだよ。これ、2番の白だったら俺1番落とすな。1番落としないわ。うん、本当ではないですね。じゃあ、まあ自由にしていいと思います。ミュートっすか、これ。あ、ミュートで、議論はなしで。はい。あ、やば。まだミュートしなくていいですよ。まだミュートしなくていい。ここはセルフミュートでいいです。あ、ヒロ君ミュートじゃなくていいよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは。はい。30秒お願いします。はい。まあ自分は村ですから、片白だから正直わかんないし、どっちが占いシーンなのかわかんないけど、もし一番さんが本当に村なんだとしたら、五番さん 100% 見せって言った後に、そんなこと言ってないって言わないでほしかったなと思いました。はい、これで僕、ちょっと僕の村拾っていただけると。はい、ありがとうございます。なんか、思いなさそう。はい、じゃあ全員やってます。スピーカーミュートでお願いします。スピーカーミュートで。人狼に気をつけてください。
いや、俺の強要素どこなんだろうね。まあ、9番釣りかな、多分。多分そこ。フラットだと思うけど、どうなんだろうね。俺、27もワンチャンなんじゃねえかな、と。急の黒もあるけど、多分、どうなんだろう。5番、7番で7番が真だったら、4は落とせないし、7番ニスだったら4落とせるけど、わかんない。村っぽい気はする。わお。はい、会場お願いします。会場お願いします。会場全員終わってから始まります。会場全部終わってから始まります。コアナコさん、はい、会場しました。はい。コアナコさん、会場しました。コアナコ、早く。ミュート会場。はい。はい。はい、じゃあお願いします。ございます。はい、占い結果言いたいんですけどいいですか？占い結果から先お願いします。はい。はい、ニクロです。うんうんうん、はい。例の結果お願いします。白だろ。旧白です。白。はい。うん。5番強靭かな。これね。じゃあ強靭と思う要素を挙げてください、2番。しいなこれ。強靭と思う要素っていうか、俺してあなた確認せだから、そもそも。そう。だから、それで、じゃあ俺の狼がない理由。うん、まあ、心境での神かなって思ってて、だから8番で狼硬いかなと思ってる。8番ずっと科目らしいから、81か84かなと思ってる。8狼に見えますよ、ね。81。え、逆に8狼に見えない目線を浸透してんだけど、2番して、7神入ってて5番がニクロで。じゃあ、1.2 番に言いたいことがある。逆進行してね。まあ、いっか。5番の話ちょっとだけいいですか？うん。ですね、まず2番を占った要素っていうのはさっき言った通りなんですけども、1番をロージックで置いたときに、相方に1、4を上げなかったんですよ。7番っていうのが、上げたよ。上げてる段階で、まあまあまあ、でも1、8、8があるかもしれない囲い、それは僕の偽を見てるってことですよね、2番さん。そうです。あなたが何を言ってるか全然わからないんだけど、1、4のラインは全然上げてるし、ないだけだと思うんですけど、2番っていうのは、1番をロージックで置いたときに、1番が単体で黒い。で、あるとしたら囲いもあるかもしれないから、1、8っていうラインを上げたんですね、1点。その時に8がもしじゃあローだった場合って、僕の偽って確定ですよね、僕は8に白が。そこ役を正してほしい。1番、共鳴の方が高いと俺、精査ずっと落としてるから。いいですか、コアナコちゃん、いいっすか。まず、7番が紙入ってる状況で、7番は占うのは8、けど落としたい、占いたい1は4番って言ってるから、1番7番が狼だった時って成立しないんですよ。5番が2番の黒出してるから。だから5番目線でも1、5って成立しなく、1、7も成立しないから、俺を強靭で追ってもいいけど、俺と狼を追うのはやめてほしい。あ、1番絶対俺狼で追ってないですね。2、黒の番が。あ、やべ、ファウリングしてる。はい。いや、てかもう何をしても今日絶対5番釣りですから、ね、もちろん、もちろん、もちろん。あ、いいです、いいです。ニクロだけ、見せてるだけでいいっす。でもさ、4番と8番と1番はさ、占い神経で見、神道で見てるか、ちょっと教えて。神道だと思ってます。あ、神道ね。はい。だから2番の白も、どこだと思う ?2 番の白も追ってます。2番7番がないと思ってたから。あ、いい、神道だと、はい、2番黒だった時7人じゃない。だから5番狼軸にと出番してさ、4番と8番と5番8番はあるんじゃない ?5 番4番もどっちもあると思うよ。だって5番と8番は8番は科目、2番自身が言ってるように、7番っていうのは4番を占うって言って4番を釣り押して投票までしてるから、4番5番って可能性はある。ただ4番、いや、4番、8番占いたいっつったっすよ。いや、最終的には4番を落としたい。8番占いたくて、4番を落としたいっていう構図だから。いや、けど4番占う。それって、まあ、それって4番が7番に対して、7番が真だった場合に5番に話を聞かず4番が7番だけに向けてる構図だから7番視点でそれが出てきたまでで、俺自身5番の発言聞いて5番が昨日あの段階でみんなに話を聞きたい。どっちがどう見えてるのかっていう風な落とした挙句に5番って最後に自分がどこ釣りたいって明言すぐ出てこなかった。その後俺が聞いてから出てきた視点ね。で、9番が1番に対して釣りたいっていう感情が分かったわけ。で、2番って反対で俺白かなって。一時目の議論発生から思ってる。八番が科目だから、五番強靭で見えた時って八番一番かな。五番が一番に対して釣りたいっていう感情を見せてるのに、五番、一番って途中で話割って五番に分かる分かるって言ってるから、それが僕自身は意味が分からなかったから、五番強靭で置いた場合って八番一番はあるかなって思ってます。以上です。うん。うん。なるほど。6番さんとちょっと対話したいの。1番さんの話先に聞きたいですけど、5番釣りでしょ？ 1 番の話聞きたい。役の進行回せよ。いやいや、5番が確定で釣ります。5番確定で釣るんですよ。うん。あ、
の2番狼だった時って7番から白もらってるから7番狂人だったら分かるから2番狼に7番のメリットあります？で単純に思ったんですけどさ、5番から5番の確定で分かってきますから、これね、5番が2番がないという理由ってあんまり分からんかったよね。本当に、うん、ちなみに、さんまさんの言うようで言ったら、多分2番、4番オオカミじゃないと思って。まあでも俺、4番でも、ね、2番、2番オオカミだったら、いや、逆戦争するんだったら2番、4番オオカミってありえますよ、ね、多分。で、ちなみに言っとくと、今日さ、5番視点でさ、7番がなんで噛まれてるかっていう、精査が伸びてない時点で俺おかしいと思ってるから。いや、でも、2番、4番はねえよ。え、5番の話だと、7人狼で7番の実況でしょ？だって5番って2番狼で7番狂人してる。じゃあどこにいの相方、俺の相方あげてよ。今の話聞いたよ。俺24は全然あると思いますよ。5番の話って完結してたよ。2番、7番狼で。全然完結させないんだけども。じゃあ言ってよ。やめてもらっていいですか。まず1点ね、一番最初に僕時間もらいたいって言った時あるじゃないですか。それ覚えてます？言ってた。いいですね。覚えてるっていう前提でいきますよ。で、僕、その時って7番っていうのが俺、強靭に見えてるんですよ。1点、盤面を濁したい強靭に見えてるの、7番が。だから7強靭。いや、いいよいいよ、リュック挟まなくていいよ、挟まなくていい。それはまあ、僕の視点ね。だから、それでもう合わないのであれば、もう釣ってもらっていいんだけども、その時の派生って、俺、そんなに、2番って黒くなかったんですよ、言ってることが。まあ、1番から僕に明確にヘイトをもらってるところから、そこを詰めてるから2番の印象はいいっていうのはあるんですけども、1点2番の黒要素って、1番が黒だった場合って、8番が相方あるよねっていう話をしたときに、僕の偽の浮上なんですよ。なのに、占いの真偽で言ったら5番の方が真って言ってるから、2番がちょっと俺、おかしいなって思う。なんかざわついてる？ざわついてる。そうしたら、僕の方が新芽がちょっとあるっていう状況なのであれば、8番の村を追うべきなのに、1番4番よりも先に、1番8番って言った2番の、もう確実にバトルしに行こうっていう。いや、5番は、5番は一番最初に7番が何なのかを先に言ってないから、今後付けだから、それはいいわ。で、8番聞きたい。あ、俺ちょっと弁明していい？俺ちょっと弁明していい？少し。8聞きたいっす、俺。あ、いい？いや、8番聞きたい。8聞きたいっす。その何を聞けば、8は、え？占い強いよ次の日俺。占い神経2番、占い神経と2番黒に対してどう思うか、うん、これ客観視って2番の村で置いた場合も8番ほぼ確定ですよ。いや、情報与えなくていいよ。8番喋らせた方がいい。昨日思ってたのは、喋らせてもらえなかったんだけど、喋りたいって一回発言したんだけど、じゃあ今喋ってみます。一番最初は人外に見えたんですよ。役に喋ってもらおうって言ったり、なんか話がね、なんだろう。逆に喋ってもらおうって言ったり、割って入ったりして、話ごちゃごちゃにしてるイメージだったんですよ。結構、喋ってないところから見てると。だから俺1番さん釣りたいなと思ったんだけど、3番さんが4級のランプしてたから、行っちゃったかなって感じだったね。1番があんまりおかしくないなと思って。じゃあ、8番さんは4番さんの来る要素というのはあるんですかね？それは最初4番7番でやり合ってるのかなとも思ってたんで。感じで。もうおかしいわ絶対。2番さんと5番狂人で最終スティールどこって言ってましたっけ2番さん？ん、いやわかんないよ狂狼は5番の。わかんないですけど、まあ、あくまで5番狂人で置いた場合って黒軸8番ですか、ね。どっちみち8番は軸になるんじゃない？え、みこさんさ、いい？ちょっと 2番さんいい？ 1 はどう思ってんの？はい、1は、まあ、めちゃめちゃ強靭臭かったんだけど。強要素は初日。57強靭で上げてるけど。まず、占い神器の付け方ね。まず、これは昨日も言ったけど、フラット2番、はい、7番狼がないっていう話を真っ先にしといたのに、うん、話を聞いてると5番の芯切る要素がそれより先の段階に行ってるから、あれだ、話の持ち出し方がかなり不自然。5番が3番、7番、占い師出てきてると仮定して5番が3勝目で出なかったことに5番って言ったんだけど、俺の勘違いだったで終わったと思った。だから、それは7番、2番狼の否定より前に5番の新切る要素を1番手で持ち合わせたのに、最初に出てきた発言が7番、2番の狼がないという話で、その後後出しのように5番の芯がないって言ったところが一番かなり強く2番と7番のロールを否定をして、5番がその後、占い師をして3番と7番じゃないですよ。5番が俺の。1番、スムラだった時にその議論今いる？もうこれで終わりじゃん。してんじゃん。
あったまってこれ。リュックさん最後にドーム？ドーム？いや、俺8秒だからプレゼントしたいって言ってんじゃん。俺ね、若干二の巨人追ってるよ。俺2回しか追ってます。まあ、とりあえず投票しましょう。二の巨人を。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番の遺言を発表してください。30秒の位置までですね。はい、喋らせてもらうんですけど、まあ言った通り、まあそれは後付けって一番さんが言ってるけども、俺一番さんの今日ってあんまり追わなくてもいいかなとは自分は思っているかな。やっぱ7番さんがあそこの進行を取らせる前に、はい、自分占い師って多分言ってると思うんですよ。誰が言ったか俺は僕は分かんないんですけど、誰かが占い師が出たなっていうのは聞こえてた。うん、それだけね。ぐらいかな。まあ僕の白は多分3番さん見るけど3番さん噛まれるからね。さようなら。はい。スピーカーミュートにしてください。あとヒロ君ちょうどいいところで切ってください。みんなの確認取れたら切ってください。コアナコちゃんスピーカーミュート。コアナコスピーカーミュート。コアナコ、スピーカーミュート。あ、俺の声聞こえてないか。あ、コアナコ、スピーカーミュートにして。あ、リツさんこんばんは。なんか、初めてだけど、全然、なんか、ちゃんとなってるね。初めての、あれだけど。いやー、俺ね、ニクロだと思ってんすよ、実は。実はニクロだと思ってんすよ。どこすんのが安泰だろうね。まあ、自分取られてもいいんだけどね。難しいね。強靭の技術が結構大事かなって思う試合になりましたね。初日村落としてるんでね。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番、4番のプレイヤーが発言します。はい。じゃあちょっと、俺から質問ね。はーい。いや、俺から喋って。でも、5番って強靭に見える？いや、それさ、わからない。確定要素がないことで聞かれてもわかんないから、ちょっとじゃあ俺から喋って、1番と4番に特に問いかけたいわ。もう7番、2番狼っていうのがまず見えないっていうのは多分全視点でわかるでしょ？だから、7番強靭、2番狼の時を追ってるんだと思うけど、7番巨人2番狼の時って相方が21か24になるんだけど、だから4番1番視点で取りたいんだけど、2番って1番のことずっと追い殺したがってたのね。で、2番4番の時だったとしても、まあ、21は見えないでしょ。2番4番の時だったとしても、2番って1番殺したがってる姿勢見してるのに、4番って1番保存位置で置いて、そこでも2番って1番追従してる形で、2番4番の狼がじゃあ1番視点で見える。いや、俺、俺が今思ってるのは、5番、8番狼の、一番強靭か、五強の81か84だと思う。うん、なんか話が一貫性がないんだよな、二番には。一貫性はあると思うけど。二番七番の狼も俺ワンチャンあるかもしんないって六番には言っとく。俺はね。だったら、あなたに言ってることなおさらおかしいわ。いや、二番七番が一番見えんのよね、自視点からすれば。二番狼？二番狼か。七狼？二七狼？本線五番八番狼四番狼八目線は？うん、二七。八目線は？八が分かんないんで、俺は。これはね、分かんねえな、分かんないんだけど。いや、ちゃんとしてマジで。俺、つっちゃいそうなんだけど、八。だってね、八番の思考回路上でさ、一周目の初手、七番四番が。消えたんでしょ？あれがバチバチでライン切りしてるやつ。5番が昨日俺に捏造してたんだけど、1番8番の狼を追って5番をニスで見てたって言ってたんだけど、俺がそもそも初日に言ってんのは、新郎だった時は若干5番の方が真で見える。で、新郷だった時は分からない。で、1番の共同精査をした時に、1番9番っていうつながりがないから、1番狼で占い新郷だった時には1番9番ないんで18か14って話をしている。そもそも14って話は2番してるから。6番さん、ちょっと今日さ、5番の俺にとっては狼もあるやつ、落とそう。じゃあ。1番だよ。下1番。1番だよ。1番だよ。1番、実技してよ、下。当たり前じゃん。共鳴もあって、共鳴もあって。俺の強靭目って、だって2番目線57新郷なんだろ？なんで俺の強靭目があるんだよ。
いや、自分で言ったんでしょ、強味もローミもあるとこ落とそうって。いや、俺、8っていう読み方したんだけど。今のね、2番視点は81のなんだよ。2番視点は81のな。ニコさんいい？今、はい、ケンさんがさ、8番つっちゃうかもっていう話になったら話がおかしくて。5番、8番あるやん。2番白石なら。いや、そうだけど。7番、8番占いたいって。どっから、いや、つっちゃうかもっておかしくねとは思っちゃったんだけど、村だったら。8にはもっと情報出せって話を6番が進行を取って。8の情報何か落ちてるか ?4 番って8番黒ししてるだろ ?4 番。俺は8ずつって思ってるよ。じゃあそれに言ってくれよ。1番って、進行取れとか言う割には、その進行取ってる最中に話割って入るんですよ。毎回。割ってないよ。俺割ってる話してるから8番が喋ってないだけだろ?5番と7番も進行指定してるのは2番で、5番7番も進行指定してるのは俺だよ。今も話割ってるよ。今も話割ってるよ。8番が。それは8番が合ってるよ。今も割ってるから。8番話して、8番さん、うん。8番が話してないだけだと思うけど、俺。俺のそれ黒要素になる？これはね、ミコさんの、7番が地神してるとか、強靭なのかとかわかんないんだけど、2番さんの1番さんの精査はね、割としっくりきてるから。いいかい？いい？ごめんね。8番いい？ 5 番、まあ、5番2世になるんだったら1番喋らして。また割って入ってる。計算、計算。また割って入ってるって。うん、じゃあいいよ、もう。曲げればいいよ。わかった。じゃあね。え、6番さんいい？ 5 番に接種してんのに俺釣ろうとしてんだよ。番5番って俺釣ろうとしてんの？なんで1号になるの？7番が後輪が多かったら分かんないんでしょ。何言ってんの ?8 番。7番の占い師って8だよ。5番の釣り先って1だよ。1、5、7進路だったら1ないだろって話してんの。何が間違ってんの俺。大丈夫か？いやー。何が間違ってる？17見えんのか?17見えんだったら、ちなみに、ね、17あるわけないでしょ?5番が2番に来るってのが17なんてあるわけないじゃん。何言ってんのだから2番目線って51で見てるけど、5番って初日俺釣りをしてるけど。だから51で見てるなんて言ってないよね。5番8番か5番狂人の81か84釣ってるよね。じゃあどっち結果的にどっち今日どこ行くの ?2 番、1番行くんでしょさっき言ってたけど。だから8番か1に行きたいっつってんじゃん。だから1番が自分で狂人目も狼も。明言してどっち行くのみこさんのさ、俺黒を売る理由って何なの？そう、4番もないでしょ。5番が強靭で、8番軸だと思ってんの。だから8、1、8、4どっちもあるでしょ、俺視点からしたら。で4番は薄いと思ってる。だから8、1のランつったじゃん、俺視点だと。9番強靭だってあるしさ、何歩止まるじゃん。で、今日1番落としたい。でしょ？え、じゃあ1番、2番強靭だったら、じゃあどっちになるの？ 8 番、4番、狼。2番、7番もあるし、5番死んで2番黒もあるし。2番狂人の話したの。2番狂人の話したの。2番7番ってあると思うよ。6番が言ってるように。3番から言ったけど。クリスさんに言うと、俺の目線だと8番はもうほぼ黒。じゃあ8いくって言えばいいじゃん。じゃあ今日1番落とすか。うん、1番でもいいと思うよ。うん、1番落として俺と8番で戦うとしたら。いや。8でいいと思うよ。6に任せるよ。あ、じゃあ8番落とす？あ、もうどちらでもいいや、俺は。じゃあ8でいいよ、別に。じゃあ8はどこ行くの？俺は8行けばいいか。8はどこ行くの？じゃあ1に。じゃあ1、8ランにする？ 6 番。1に行きます。俺知らねえよ、8番だったら。そこも1番臭いんだよ、ね。そこね、そこで。いや、だよね、だよね。じゃあいいね、8番ね。俺村だったらもう終わりだよ。もういい、8番するわ。もう1番絶対強靭でしょ。8個。いいのね。いいのね、6番。俺2番の黒持ってるけど、4番の黒持ってるけど。1番してさ、1番してさ、6番がさ、8番落とすって言ってんのにさ、なんでじゃあさ、8番どこ釣りたいの？じゃあ今日8、1のランねって。スムラの行動じゃないからね、1番さんの言ってることって。あのね、いい。6番が8落とすって言ってんのに、わざわざ自分ランに入れるんでしょ？いいっすか？俺って2番の黒持ってて、8番の村持ってるんですよ。8番の黒持ってて2番の室持ってんですよ。8番と1番の欄、いいっすか？ 8 番と1番の欄指定された8番が村で自分が村だった場合って負けですよ。狂人残ってたら。2番狂人4番狼とか。2番狼4番狂人でも負けですよね。4番7番で見てるってことね。1番と8番が村で。4番、4番7番で見てる。4番7番じゃなくて2番7番って言ったよね。まあまあ、まあ、申し訳ないけど、8番つって終わんなかったら申し訳ないけど、1番つるから。もうそれだけ言っとくわ。2番追うんだったらもう27か24しかないんだから、もう計算目線24しか見えないやん。そう、18のランなんですか、結局。いや、18のランなんだよ。8でいいと思うんだけど。これ8いくわ。でね、多分ね、議論中なしです。4番狼とかで一番強靭とかじゃないの？議論中なしです。
終わプレイヤーは8番の遺言を発表してください。ああ、だから終わんないって言ってるんだけど。大丈夫。ああ、そっか、喋っちゃダメだった。喋っちゃダメ。1と4が多分陣外だと思うよ、だとしたら。1は絶対陣外だから、なんで釣らないの。いいや、もう、どうせ PP だと思ってるよ、俺は。以上です。はい、ピーカミュートお願いします。夜がまあ、8、8の他に怖いからね、俺8には投票できないですよ。8の狼には投票できないですよ。8狼の場合が怖いから、8番狼ないと思って8にヘッド向けて1、8ランにしてますけど、俺2番だと思ってますよ。4番はないと思いますよ。4番ないと思いますよ。まあ、4、5、わからん。もう、どちらにしろ、もう、狼探す必要性ないんで。実利すればいいだけなんで。まあ、どっちも黒いんじゃないですか。の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。おざっす、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 おざっす。一釣りしかないわ。はい、あのクリスさん乗れないと思うから言うんだけど、はい、はいはい、あの7番2番狼だった時ってさ、はい、まあどっかに狂人いるわけじゃん、うん、でクリスさん狂人じゃないでしょ、うん、狂人じゃないですよ。8、9、1にしか狂人いないんです。そしたら7番2番の時ね、うん、それも基礎人知って、うん、まあ、1番しかいないわけだから、オルオカミの時、もう7人だったら負けでしょ。2番目線って1号で。で、7番狂人、7番狂人、2番オオカミの時って、もう終わってるから。9番霊能結果で白出てて、8番は5番の白先だから。うん。だ俺もう隠し白なんだよね、だから。隠し白ではないと思いますよ。僕は2番の方が黒いと思いました。なんで？の1、8なんて言われたけど、俺は2に入れました。じゃあ、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 いいよ。じゃあ、じゃあ、オルオカミになるんでしょ。じゃあ、ジンガイズ上げてよ。どこ？ 2 番、7番。2番オオカミの時。2番、7番オオカミ。で、狂人は？ 8 番か9番どっちか。以上。いや、もう無理でしょ。それはさすがにきつすぎるでしょ。じゃあ、4番さんに喋るけど、2番、2番目線って1号オオカミになるんですけど、うん、5番が1番を釣り落ちたんですか？ 1 番、5番で9番釣り落せばよくないですか？いや、そもそも、いや、申し訳ないけど、そもそも、初日の議論から1番進むなんてないんだ、俺の中で。1番も確定人外なんだわ。うん。1やね。だから5番狂人、8番1番オオカミじゃないかなと思ってるけどね。5番1番オオカミね。6番がさ、8番を決めるのに、8番を決めるのにわざわざ1番って、自分から乱指定に入りに行って。俺は8番の村を言いましたけどね、昨日。普通に。村が弱いと思いますよ。8番1番なんて。5番の芯を上げてる人間が圧倒的に多かったのに、2番の欄に入れてない時点で。もう6番の失態だと思います。待ってね、待って、花ちゃんが言ったんよ、2番白いって、ね。2番さんって確定で僕行くんですよね。もう4番見ないですよね。いや、俺。ですよね。2番さんって俺行かないと確定ですよね。4番さんは。僕はあなたしか行かないです。あなた自分で歩してるんで。じゃあ、4番さん1回放棄してください。僕2番に入れるんで、4番オカミだったら俺が負けなんで、放棄してください。はい。はい、いいっすよ、スキップして。僕は2番に入れます。いや。で、聞きたいことを今のうち言っといてください。いいの？1、4の欄にしなくて、2番さんスキップお願いしますって言わなくていいんですか？ 1 番さん。あなたが僕に入れてる時点で3人番目だったら僕はあなたにしか入れられないですよね。もうそれ以上しないと。やっぱね、人外としては、おかみさん。5、8、1やと思ってるんですよ。だから2番さんのスケールの方が基本的に合っていて、9番が、9番、8番どっちか、ワンチャン狂人もあり得るかなとは思ったときに5番1番狼って、多分あの段階で4番9番ランで5番が1番釣りたいって後出しだから、すべて後出しだから、俺はごめんけど1番かなとは思ってるけど、まあ。4番さんは1番の狼と、はい、ありました。はい。だと思います。決定してくれるんですよね。はい。はい。そもそも決定にする必要なくない？これ別にクロストークやってんだから決定にする必要ない。ちょっと、ケンさんの、白アピーお願いします。いや、僕はもう、村だったら。1号に100で見えないでしょって話です。僕が言いたいのは。まあ、決戦で。喋らないのもらっていいですか？投票中に。はい、すいません。やべ、間違えた。何や
やっぱ間違えちゃった。やっぱ間違えちゃった。強靭です。強靭しよう。